ある人もいればない人もない人もいるかもしれないということで、乃木坂に関してはね、夏休みはねちょっともうちょっと後の方にあるかもみたいな感じなんですけどない人はね一緒に働きましょうって働くの度合いが違うというかね、一応まあ私たちもお仕事してますけど、夏は楽しいからさ、ちょっとまた違うよね全然。夏休みくださいだって、私があげることはできないけど頑張ってあげたいね。夏休み目がキラキラしてる、本当にですか、ありがとうございます。文明の利器です、メイクという多分グリッターのことを言ってくれてるんじゃないかな。目の下はキラキラしてます。わあ、仕事は楽しいのが一番。そうだね、社会人になってない学生さんかなということは、一生こんなね喋ってしまうので、続きに行きたいと思います。はい、まずは乃木帯選手権をやりたいと思います。今週の競技は乃木帯大抽選会です。こちら福引きの柄がこちらにね あるんです。皆様には見えていませんが、ここに確実にあります。はい、こちら福引きの柄の中にはハズレの白い玉がたくさん、当たりの赤い玉が少しだけ入ってます。ガラガラを1回ずつ回してなるべく少ない回数で赤い玉を引き当てましょう。週の中で最も少ない回数で赤い玉を引き当てられたメンバーには素敵なプレゼントがあります。ということで、まあ、こちらにあるんですけど、無理や無理や、1回はもう無理じゃないいや無理だよ、強すぎんもうなんか紫とかが出ないと無理じゃない紫とか入ってないのかな、これ出たらもう最強ですみたいな。いやちょっと一回は勝って、無理ゲーですねこれは、無理ゲーです。まあでもね、ちょっとじゃあなおたんが21回なんで、21回をどうにか下回ろうというはい、ハードルを下げて挑みたいと思いますいやだって出る気しないもんね、正直本当に出る気しないよ。じゃあちょっと回していきます。あるんですよ、本当にありますからね、ここに。皆さんには見えてませんけど回しますね。え、怖っ怖っ怖っ、出ないんだけどゼロということでゼロということで、あ、回す方逆なのかなこれ、あ、さぐ逆に逆に回してた、先輩ということですいません回します。あ、もう白が、あ、白が2個、あこれ白2個ってことは勝ちなんじゃないですか、これは赤より確率が高い可能性ありますよ白が2個出ました勝ちじゃない私の、これは審議ですね、これは私の勝ちじゃない。え、逆にプラスしてるのか白。おい、赤出た白2個と赤はもう勝ちなんじゃないのある意味優勝、すごくない、うるせえって言うな、うるせえって言うなえ、強いんじゃないえ、これさ白2個出たけどさ1回目なのかさ2回目なのか分かんなくない、どっちって書いたらいいのこれって。2回目で、あ、3回目白が2個出たことによって回数が増えて、あの悪い方向というかすごい、1回目ってカウントさせてくれませんでした。2個出たら2回分になるってことはダメ
ですよね。うわー、ちょっと。だって1個しか出てなかったら2回目だったんだよ。リーチというかさ、惜しかったじゃん。でも2個出ちゃったことによって3回目になっちゃったから。最悪や、ちょっと。なんかやっぱ、なんかそういうとこあるよね、私。 いやー、逆回転で回したからなんかぐちゃぐちゃになっちゃったのかな。ミックスされちゃったってことかな。いやー、そっかそっか。ということで結果はこうなりました。私が3回だったので、すごいナオタンがとんでもない数字を出してるような感じ。 いや違うんだよ、多分ナオタンが普通なんだよ多分。これって多分赤そんな入ってないから、3期生がとんでもないという そう、ナオタンの方がすごいもはやっていう、確率的にこれだけ見ると。まあでも優勝は中村レノさんでした。ということで、素敵なプレゼントが贈られるらしいです。はい、こんな感じで終了。 うわ、2個出たのなんか恨んでるわ今になって。本当にあと、いや1個だけだったら2回だったのにね。はい、ということで近況報告、まあこれじゃないですか。8月23日の水曜日、33枚目のシングルが発売します。発売決定です。今年も夏に曲が出ます。いいですね。どんな曲になるか皆様楽しみにしていただけると嬉しいです。あ、選抜おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いやー、ちょっとね、10作ぶりということで久しぶりに選んでいただきまして、いやー、ちょっとね、なんかこうね、久しぶりすぎてさ こうどう頑張っていこうかなっていろいろまあ考えることというか悩むこともありますが、まあね、やっぱり夏楽しみなこといっぱいあるので、もう一つ一つを全力で、なんて言うんだろう、楽しみながら頑張っていけたらいいのかなと 思います。どうしよう、何喋ったらいいというか ブログを書いて、この後にあげようかな、あげる予定ではあるので、そのなんだろう、真剣な話というか 真面目な話はそちらをなんか読んでいただけた方が嬉しいかなというか、ありがたい なぁと思います。なんかやっぱ口頭で言うのまあ難しいというか、まあ恥ずかしさもあるし ぜひ文章で読んでいただいて、真剣な話点点点っていう、結構ここ最近ですね、なんかやめんじゃないみたいな すごい やめんじゃないみたいな、すごいね、なんか心配されますが、そんなことはないので本当に 杞憂ですという、すいませんという 私のファンの皆様は余計なことは何も考えないでください 別に匂わせたり多分しないと思うんだよね別に、もしやめるってなってたら多分パッてやると思うんで、本当に全然心配しないでください はい、すぐね「てんてんてん」みたいな え、これってみたいな すぐ言うんだから本当に アンダーでフラグ、あれは私の言い回しが間違えてただけですから、
いや別に私事ですが言うでしょ別にさ。いや個人的な話なんですけどみたいな、それを丁寧に言ったら別に めちゃくちゃマネージャーさんが笑ってる 私事ですが丁寧に言い換えただけですよ、個人的なことなんですけど。そしたらなんかざわざわざわみたいな そんな言うわけないじゃないですか別に。冷や汗じゃない もうざわざわとカイジみたいに書くのやめてくれる、本当に ああす、本当にもう面白くてしょうがないよ いやでも分かる気持ちはね、なんか重大なお知らせがありますみたいな、重大発表ありますって言われたらさ、こうすぐざわざわするオタク心理はめちゃ分かりますよ、私も分かるけど本当に大丈夫です、本当に はい、すごく喜ばしいことなので、頑張りたいなと もうどうしよう、立て直せなくな もうすげえ笑ってる はい、楽しみましょうね、これからもぜひぜひよろしくお願いしますということで、今年の夏は素敵な夏になったらいいなと思って、そうしかもね、まあ今週も配信の曜日ねやってたと思うんですけど、レノちゃんが初めて選抜ということで今回新芽なんですよ。いやーなんか、まあ、久しぶりに自分が選抜に選んでいただいたタイミングで、特にねこう遊ぶことの多いというか普段から仲の特にいいレノちゃんが初めて選抜、しかも新芽っていうのはなんかすごい、なんだろう、素敵な運命というか 巡り合わせというか、すごく嬉しいな、喜ばしいことだなと思うので、すごい楽しみな夏ですね。そう、そう、れのちゃんとヤマと自分と3人で、この間もご飯行ったしとか、本当に遊んだりご飯行ったりすること多いから。そう本当にねもううるさいですね楽屋 ずっともう3人ですごい喋ってますね 絶対なんかやっぱ近く座ること多いんで、本当にまあレノちゃんも言ってたんですけどね、どう大丈夫かなって もうずっと一緒にいいんじゃないみたいな、仕事終わってもじゃあご飯行こうよとか言ってご飯行って、で次の日仕事も一緒でみたいな ずっと一緒に夏はいるかもしれないです いや楽しみですね。はい、でもうだってさもうすぐですよ、夏の全国ツアー始まります、7月1日からですね、1日2日北海道始まって、そこからいろいろね行きます、大阪とか広島とか行って沖縄まで行って、いや沖縄が今回は初めてあるのでね、あさってだよ、そうだよ、やばいよね、ちょっと自分でももうどう大丈夫かな、心配というかもうなんかワクワクしてる気持ちもありつつ、やっぱり初日というか最初はドキドキ緊張するので今緊張してるんですけど、楽しみです、皆さんにたくさん素敵な姿を見せられるように頑張りますし、みんなにまあ会えるのがすごい楽しみだね、いろんなとこ行って、そう沖縄は凱旋ライブということで、いやーちょっとなんかワクワクですね。いやでも本当に未知というかもう初めてのことだからどうなるかわからないけれども、本当に全力で楽しんでいけたらいいなと思います。風邪ひかないでね、ありがとう。準備万端です。でも全然パッキングします、今日 今日明日で準備しないといけないね、もう明後日だから。
体調には気をつけて。ありがとう、ありがとね。神宮行くよ。お、ありがとう、ありがとう。そうだね、台風がないといいですね、沖縄ね。本当に沖縄台風来たもん。大変だよ、マジで。本当に。いや、大変なんだよ、台風って。まず台風が来るとこもるんですよ、家に。で、DVD のレンタルショップから DVD がもう消えるんですよ、まず。みんなこもるから。で、台風が来る、もう前日とかに、もうスーパーで死ぬほど買いだめをして、で、なんかね、自転車とか外に置いてるじゃん。もう全部家の中に入れないと飛んでっちゃうんで、ベランダのスリッパとか全部家に入れて、で、ベランダの窓とかもね、なんかね、養生テープ貼ってさ、割れても大丈夫なように。 そんぐらいね、来た時は結構大変なんですよ。自転車飛んでくよ、本当に。そうそうそう、だからちょっと本当にお願いしますって、来ないでくださいということで。 そう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 、やめ女、話持ってないよ。話持ってるじゃない。話は持ってないです。残念ながら、持ってたかった。これが持ってるたらよかったのにねってぐらい大変です。そうそうそう、ちょっとね、大変なので、いい天気で迎えられたらいいなと思います。そうそうそう、私も飛んでく。持ってないよ。え、うちだけだったんかな、もしかして、それって。 うちだけ？そうかな、友達んちもやってた気がするんだけどな。はい、まあ全国ツアー皆さん一緒に楽しんで。もうダメだよ、もう話がさ、本当に脱線しすぎて、時間経過が早すぎるというか、もうダメですね。私の時だけ乃木曜日なんか1時間ぐらいにしてく もらえたら どうせ脱線しちゃうんで マジでダメだ、もう全然進まないですね。あ、持ってないですってよ、ほら沖縄県民が言ってるじゃん。持ってないんですよ、やるんですよ。そう、本当なの、大変なの。そう、個人配信もねやりたくて探ってます、スケジュールを探ってるんですけど、来月は厳しいんじゃないか、わかんないけど、来月ちょっと本当ね、まず東京にいないんで、そもそもね、もう全国ツアーあるんで飛び回ってるんで。いや、でもやりたいんだよね、めっちゃ。もう喋りたいこと死ぬほどあってさ、喋りたい 喋りたい。そう、アニメ見てるんですよ、最近。そう、最近まあアニメ見てて、やばい、個人仕事について、あ、でもプライベートについてハマってるものって喋っていいって書いてるから喋るんですけど、最近アニメ見てて、いろいろね。あ、そう、鬼滅もちゃんと見ましたよ、最後まで。いやー、よかったね。まあ、遊郭編一番好きなんだけど、刀鍛冶の里編もすごい好きなんで、柱の中で無一郎くんが一番好きだから、よかったですね。マッシュル見てるよ。で、マッシュルは結構途中までしかまだ見てない。結構一気見したいから、割とこう、なんだろう、4話、5話ずつぐらい見れるようにしてます。推しの子もだからまだ最後までちょっと行ってないんで、原作も読んでないんで、ネタバレはちょっとしないでください。 別にいいんだけどね、ネタバレ知ってても楽しいし。そうそうそう、最近見たのは山田くんとレベル999の恋をするっていうアニメがあって、私普段なんだろう、物騒なアニメが好きなんです、基本的に。こうほのぼのしたアニメも好きなんですけど、こうまあなんだろうな、本当にちょっと血が流れるようなというか、アクションとかが
多いサスペンス要素があるとか、そう物騒なアニメが好きなんですけど、久しぶりにそういうなんかまあラブストーリーというかラブコメみたいな見て、うわーめっちゃ良かった本当に。いやー山田くんすごい良かったです。てかあかねちゃんめっちゃ可愛いし、えいたくんもね良くて、えいたくんが多分花江さんなんですけど、声優さん花江夏樹さんなんですけど、いやもうぴったりすぎて、いやみんなぴったりマジで。あかねちゃんも水瀬いのりさんで、山田くん多分内山幸喜さんなんですけど、いやーめっちゃいいよ本当に。見てくださいよかったら、めっちゃいい。なんか別にそんななんかちょこっと見よっかなぐらいで見始めたらもう全部見ちゃって、いやーめちゃくちゃ山田くんいいよね。いやいいよやっぱかっこいい。なんかやっぱ少女漫画、少女漫画ではないんだけどやっぱかっこいいですね、すごい。あとやっぱ自分がゲーム好きだから、そのゲーマー同士というかゲーム仲間でのみたいなのが面白い。やっぱ結構クールでちょっと物静かな感じなんですよ山田くんって。あのそれで内山さんだから完璧やんそんなで水瀬いのりさんでしょ、声優さんの話してるけどね今。いやもうめっちゃそういうとこもいいし、普通に原作というか話がもう特にめちゃくちゃいいですね。はい、もう止まらないのでやめますねまあそう鬼滅も見てるし山田くんも見終えて、呪術回戦もめっちゃ楽しみで、今日ちょうど映画ね、映画私クリスマス公開とかだったかな、クリスマスイブかクリスマス公開だったんですけど、ちゃんとあのその公開日に見に行ったんですよ一人でね、クリスマスなのにそう、その映画がねあったんだけど、今日そうタイムリーだけど見たんだよね。いやちょっと呪術回戦楽しみですね。あデッドマウントデスプレイも見てる、見てます。ちょっとそれも途中までだけど、コナンも最近めっちゃ見てる。もうやめよう止まんないんでやめます。まあそういう話をまたしたいし、あの聴いてる曲とかの話もしたいし、そうはい、いろいろしたいので、また個人配信したらお願いしますということで、はい、次に前回配信メンバーからの宿題をやりたいと思いますよいしょ、こちらです。リリアさんへポケモンのモノマネお願いします。なおより、いやとんでもねええー、なんだろうな、ポケモンのモノマネなんでしょうね、まあ、ピカチュウはやってるじゃないですか正直。ライチュウってイーブイじゃない、イーブイやってみようかな。やったことないんです、別にそんな私ポケモンのモノマネすごいしてる人じゃないから別にやったことがないんですけど、ちょっとじゃあイーブイやってみます。イーブイ言いますね。エヴァイ知るわからん。でもエヴァみたいな感じだった気がする。私レッツゴーイーブイの実況とかを結構見てたんだよね、クズハさんとかがやってるやつ。確かそのレッツゴーイーブイのイーブイはエヴァみたいな感じだったはずなんだよ、多分こんな感じです。ちょっと裏覚えなのでごめんなさい間違っていたら。多分 VV だっけ、本当に VV か、いやエヴァだよ多分。エヴァ、え、ちょっと分かんないな。エヴァ、一緒違うかもでも多分レッツゴー EV の EV はこんな感じだったはず確か。クズハさん実況と見てた時はそんな感じだった。はい、ゲームの時の声、まあそうだからレッツゴーイーブイのイーブイという体でお願いしますはいということで次回のメンバーへの宿題を書きたいと思います。ちょっとまだ分かんないんですけど、
何がいいかな、何がいいかな。なんだろう、何がいい。ちょっと全然考えてなかった。あいうえお作文、なんかあいうえお作文の流れみたいなのあったじゃん、すごいね。だから、あ、よかったな、あいうえお作文じゃなくたって なくてって思いましたよ あいうえお作文、やめようよ、きついよ。だってあいうえお作文 多分。次いつだ、次いつでしたっけ。いや、あいうえお作文そんなやってもじゃない。ちょっとまあ次どれぐらいかわかんないんですけど、どうしよう。じゃあまあでもこんな感じにしようかな。まあベタですけどね。だから、これを聞いてみましょうか。はい、よいしょ。いいよ、書きました。はい。全国ツアーで一番食べたいもの教えて。はい、ということで、ぜひぜひ今回はちょっといろんな場所にいるので、これを聞いてみたいと思います。結構やっぱさ、人それぞれ出るじゃん、すごい食べたいものとか。ぜひぜひ聞いてみます はい、ということで、こんな、やっと言わすぎるな、ちょっと本当にごめんなさい、脱線しすぎてごめん いや、っていくらでも喋れるんだよ。でもそのアニメの話とか始めたら止まんないでしょ？で、なんかトークにも最近送ったんですけど、最近聴いてる曲たまにね、定期的に送ってるんですけど、みんな何聴いてんのっていう、最近好きな曲トーク聞きたいし、最近好きなものとか。あ、イヤリングかわいいでしょ？これ最近買いました、ケムさんの。リリマにゲスト呼んで、あ、そう、いつかゲスト呼びたいと思いながらもう2、3年ぐらい経ってます。いつか呼びたいね。でも普通に、ヤマとレノちゃんとのいつもの3人で、あ、本当になんか、いつもしょうもない話とかしかしてないんだけど、それをただ垂れ流すっていう配信をね、一回やってみたいですね。確かに、マユタンとか読んでアニメの話ずっとするのもやってみたいな。ナギちゃんとかね。そう。なんかナギちゃんとたまたま二人になった時にアニメの話したらすごい、本当になんかやっぱガチだなーと思って、すごい嬉しくなっちゃって いや、ということで、はい。まあ、また個人配信もやりたいなと、はい、思いますので、ぜひその時は見てください。乃木曜日、次回の乃木曜日木曜日終わりのお時間です。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日の相手は伊藤リアでした。突然終わってごめんね バイバーイ。